こんにちは。消化器内科を専門としている吉久美です。皆さん、こんな経験はありませんか？便の色がいつもと違う。なんか柔らかい。形がおかしい。実はこれは体調が優れていない時の便からの SOS。 そこで今回は便の色や硬さでわかる体調の変化をお教えします。まず、健康な便は黄褐色のバナナ状またはハンネリ状で、匂いが少なくスルリと出るソフトなものです。体に異常がなければこのような便が出ます。こちらの便を見てください。ウサギの糞のようなコロコロとした便が出る場合は、大腸のどこかが痙攣している痙攣性便秘です。日常生活のストレスが原因とされており、日常生活でのストレス誘因からの離脱が基本的な治療になります。続いてはこちらです。茶褐色の便です。これは食べ過ぎ飲み過ぎの場合に出ます。腸でうまく栄養を吸収できなくなっている状態、食事量を元に戻しお酒を控えれば比較的短期間で解消します。次は少し怖い便を紹介します。黒い便は上部消化管の出血でコールタールに似ているため、タール便とも言います。50から75ミリリットル以上の出血で便を黒色にします。このような便が出ると胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの消化器系疾患を発症している可能性があります。すぐに病院へ行くようにしましょう。そして白い便です。胆汁が出ていない、胆道が詰まっている、肝臓の働きが弱く胆汁の分泌が遅いなどが考えられます。米のとぎ汁のような白い水っぽい便が出る場合は、ロタウイルス下痢症の可能性があります。白い便が続く場合は消化器内科を受診してください。今ご紹介した便で最も怖い便は黒い便です。便の検査は尿検査と違って少しハードルが高いです。ただ検便は腸の不調を見つけることができます。一度検便をしてご自身の体調をしっかり見つめ直すことをお勧めします。